なんとか日の高いうちに登ってくることができたわね。空気が涼しくて気持ちいい。のぞみは早速スピリチュアルなパワー感じてるみたいね。ここまで頑張って登ってきた甲斐があったわね。目的の登頂は果たしたわけだし、これからどうする？日没までまだ余裕がありそうだから、すぐに下山するのももったいないかしら。ここでティータイム？パラショーな案だと思うわ。山頂は少し肌寒いかなと思って温かい紅茶を持ってきたの。あ、ちょっと待って、ジャムも持ってきたから一緒にどうぞ。溶かさないで紅茶と交互にいただくと本格的な味わいよ。ロシアンティーって言うとジャムを溶かして飲みがちだけど、それだと紅茶の温度が下がっちゃうの。ほら、何事も経験よ。ね、美味しいでしょ。ジャムもいろんな種類を用意したから、ゆっくり楽しんでね。おすすめはこのクランベリーのジャムかしら。あったかくて落ち着くわ。こうやって紅茶を飲みながらのんびりするのも贅沢な時間の使い方よね。お、今同じこと考えてたでしょ。一緒に過ごす時間が長くなるとお互いが考えてることって似てくるみたいね。私たちって全然似ていないのに、どこか似ていて不思議な関係よね。ミューズのみんなもそう。だから面白いし飽きないの。